アメリカ標準型路面電車は、ボーイングバートルが製造した路面電車車両である。PCC カーの置き換え用として、ボストンとサンフランシスコに導入されたが、故障が相次いだことで2007年までに営業運転から撤退した。1960年代、行き過ぎた自動車化の結果、都市部の混雑やバスの定時サービスの低下、環境汚染、交通事故、さらに、 都市中心部の衰退や、それに伴う治安の悪化など様々な弊害が明るみに出始めたアメリカでは、都市部における軌道系公共交通機関の見直しが行われ、始めた。その中で地下路線を有するボストンやサンフランシスコの路面電車では、1930年代から1940年代に、 製造された PCC カーの置き換えに伴う新型車両の導入が検討されるようになっていた。そこで、米国運輸省都市大量輸送局は1971年、新型車両開発へ補助金を支給する代わりに、海外の車両メーカーではなく、米国で設計された車両を導入するという条件を出した。そして1973年から設計が、1976年から、 ボーイングバートルによって製造が行われたのが、アメリカ標準型路面電車と呼ばれる車両である。編成は2車体連接式となっており、車体や台車は日本の東急車両製造、電動機はアメリカのギャレットが製造を担当した。サンフランシスコとボストンに導入された車両は、扉や内装などに差異が存在する。なお最初に製造された編成については、 営業運転開始前の1975年にフィラデルフィアで開催された第1回 LRT 会議での展示が行われ、後のライトレールの発展に貢献した。だが、部品こそ各国の鉄道車両メーカーのものを採用したものの、製造を担当したボーイングバートルには、鉄道車両を製造した実績が存在せず、加えてアポロ計画縮小によって、 余剰となった技術者を採用したため整備に高度な技術が必要となり導入されたに都市とも故障が続出することとなった。ボストンでは訴訟まで起こされ多額の賠償金を支払う結果になったことも影響し最終的にボーイングバートルは鉄道車両部門の解散を余儀なくされた。なお、クリーブランドやフィラデルフィアの路面電車でもアッセル部の導入が検討されたものの 最終的に却下され、海外メーカーの車両を導入することとなった。老朽化した PCC カーの置き換えのため、マサチューセッツワン交通局は1973年にアッセル部を導入する契約をボーイングバートルと交わし、1975年以降、試運転を開始した。そして1976年から営業運転を開始したが、その後扉やバッテリー、 空調装置など様々な機器に故障が続出し、1977年10月の段階で営業運転についていたのは導入された編成のうち64%に過ぎなかった。1978年には40編成の納入を拒否するに至り、翌1979年にはすでに導入した編成のうち35編成をボーイングに変換することを発表した。 そのうち40編成については、サンフランシスコへ売却したものの一部は拒否され、1983年にアンタが再度購入することとなった。また、同1979年にアンタは一連の不備に関してボーイングに訴訟を起こし、3400万ドル分の修理部品を及び6ヶ月分の保証を獲得した。1980年代にはアンタ内で独自に、 アッセール部の改造工事を行い、稼働率の向上や故障頻度の減少を目指していたものの、最終的にスイスのシグとの連携により、近畿車両が製造したタイプ7電車やアンサルドブレーガ社製のタイプ8電車によって置き換えられることとなった。2007年3月16日をもって営業運転から引退したが、以降も事業用車両として3編成が残存している。 1940年代から1950年代にかけて路面電車の段階的な廃止が行われていたサンフランシスコだが専用軌道や近く間を有していた5つの系統についてはその後も PCC カーを用いた営業運転が続いた。1973年3月19日にサンフランシスコの平洋軌道上での路面電車車両の優先走行権が 監督委員会によって認められたことを機に、路面電車を見直す動きが起こり始め、ホームの重上げなどのバリアフリー対策を施した、ライトレール、ミュニメトロとして生まれ変わることとなった。これに伴い、それまで運行されていた PCC カーに代わって導入されたのがアッセルブである。なお、前述した通り導入された、編成のうち30編成は、 あんたが納入を拒否したものをサンフランシスコ向きに改造したものである。1979年4月から営業運転を開始したものの、ボストン同様故障が多発した。故障頻度は年を減るごとに減少していったものの、1998年の段階で混雑時に必要な99編成が確保できず、最大でも72編成しか使用できない事態に陥っていた。 そしてこれらの欠陥に加えて、イタリアのアンサルド・ブレーダ社が製造した2車体、伝説車の LRV2、LRV3 への置き換えにより1995年から廃車が始まり、2001年をもって営業運転を終了した。その後は一部編成がアメリカ各地の路面電車博物館に保存されている。また、営業運転終了後の2002年には、マンチェスターで開催された。 コモンウェルスゲームズに合わせて、イギリスのマンチェスターメトロリンクへの譲渡が計画されたものの、左側通行への対応工事などイギリスの規則に合わせた改造が必要となることなどから中止となった。ありがとうございます。